っと待って。ちょっと危ない危ない。上に上がられますと、足元が大変悪くなっていますので、あと8センチでございますので、そちらから出られます。はい。はい。また階段か。よいしょ、よいしょ。3300の階段の話してたけど、多分これだけできついわ。普段こう仕事とかでも動いてるつもりなんだけど、使わない筋肉が今悲鳴を上げ出してる。エルちゃん、さあ登ってきましたよ。ほら見て、いっぱい人がいる。下からの映像はまあ見れる。まあ下からの方が迫力満点でしょ。てか放水するとこめっちゃ座っとるじゃん。あ、ごめんなさい、すいません、すいません。女の人がさ、ダッシュで走ってくれるわ。落ちたら危ねえもん。滝が向こうかな。そこでしょ。みんな足を取ったらね、ドーンっていう。今何分っすか。あと10分ぐらいですね。結構人が集まって、うん、あっち行きますか。すいません、これ怒られましたからね。このなんか白線から出ちゃったんで。いや、下がちょっとやっぱ見たいじゃない。人間の差がついつい。何なに、な、俺はこれになるとこだったんですね。概要、概要なかったですのためにね。まず最初のなんとか5年が読めませんけど、1852年だそうです。いや、これだ、この人でした。どんな人だ。あ、もしかして下に立ってた像の人ですか。これは二安之助さんですかね。ですよね。之助さんじゃないですね。之助さんじゃない。さあ、まだあと何分かあるんで、はい、ちょっともう少しお付き合いしてもらって、はあはあはあ、お店閉まってますよ。こっち何かあるんですか。あ、五郎ヶ岳、こっちって書いてあるんで、神社がありますね。じゃあもうこれはバーって終わってからでも、ちょっともう一回来ますか。あ、いいですね。そこまでちょっと頑張りますかね。はい、さあ、あと何分でしょうか。え、まだ結構あります。結構あるんすか。あ、結構ある。まあ、でも釣りが来るぐらいまで付け返すけど、分岐区ならね、滝壺みたいっすよね。なんすか滝壺。あ、
なるほど。あ、結構見えないもんですね。だいぶ見なきゃいけないか。そうっすね。あとかな。あと。あれ、これ戻らなくちゃいけない。出てるとこは意外に見れる。真上の方がいいかも。あ、まあ一応ですね、もう出るところ抑えられてたから、どうせ横からにはなるんですけど、歪みなんかね、その横のラインか。そうね、サイフォン。サイフォン。ああ、なんか分かる人は分かるってやつですね。俺全然分かんない。ああ、でもどうですか。高さが20メーターぐらいあって、足の長さは70メートル。なるほどですね。ここら辺から見ても、本当ですね。両方ドーンと。で上から見て下から見てとかしたいですけどね。さすがにね。キリトがいればね、キリト下でね。そうね。待機させるんですけど。いやうんうん。ちょうどいい感じであるですね。さあ、放水が1時からだそうで、もう何分かあります。7分。7分は早かったな、これ意外にね、ちょっとおっと思ったから早めにちょっとバケ取りをね、来てしまったらかねえ、なんかあそこ上の人たち集合がかかってるよ。だからすぐ盗むから、やらないでしょかな。まあでも、なんと下の方でも結構場所取りっていうかですね、下の方はでも、ね、迫力はねえ、やっぱもうこう、ここがいいって思うところにみんな集まってますけど、さあ、まだあと何分かあるんで、あと6分、あー、まだまだ。してくれるんじゃないかと。あ、なんですか。あ、もうちょっとこうみんな集まったしみたいな。フライングです。ああ、1時ぐらい。なるほどなるほど。ああ、そうですか。じゃあやっぱこうもう動けなくなりますね。見とかないといけないんで、実際見るのなんてのは本当小学生ぐらい。小学生ぐらいですね。なんか見たことあるぞっていう記憶はあるんですけど、この年になって見に行こうかっていうのはなかなかね、うん、ない。今日たまたまね、いろいろね、あって休みだったんで、予定の予定がね、はい、なくなったので、せっかく国宝になったんで、本当ですね。今日天気いいですね。さあ、まだ時間はあるんですけど、多分今これ1000円抜いてるんじゃないか。あの詰めて、ほう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 、この辺の、ああ、何でしょう。まあわざわざこっちぐるっとねはないだろうから。ただですね、今あのライブしてるやつ、生配信してるやつがですね、ズームができないんですよ。まあ、みんな場所取りをですね、あのここだここだと言って、はい、最近行ったところも
あーですね、うん、あっち反対側のね、上でしょう、上の男、あそこもなかなかですね、うん、確かあっちはあの電線が邪魔してたんじゃないですか。そうそうだね、角っこのね、はいね、まあそうですね、我々もこっちこう表出ます、まあまあ時間はあるんでね、これいいのかな。それいいのかな。誰か落としてるけどさ、ちょっと表、はい、一応なんか本当だったらここをひょいひょいって行くんですけど、はい、で周りの目があるんで、いい大人だしですね。さあ残り何分と、お、58分、あと2分ぐらいになりましたね。ちょうどいいんじゃないですか、見たことには。さあなかなか見ることがないんで、あと残り2分ですね。おびっくりした、いいちゃんと人がいた。まあできたーい。おい、さあ、あと2分もうないですね、2分切りましたね。ちょっとドキドキしますね。場所、いい場所が、狙った場所のとこにちょうどおらっしゃった。さあ、先ほどいたんですけど、じゃあ我々はここら辺から、ああちょうどいいんじゃないですか。さあ残りもそろそろでしょうね。あ、なんか開けてるのかな。みんななんかカメラ構えてますね。お、カウントダウン、おー出た出た。おーすごいすごい。おー手を出ましたね、すごい迫力だな。おー反対も出た、うわ出た出た。すごいすごいね。え、あーこれ見たかったんすよね。わーちょっと近寄っていこうか。あーすいません。うわーすごいすごい。うわあ半分出る、あ、本当だ。あ、もう一個なんか下あったもんね。知らなかったな、あれは。すごいすごい。あ、あ、でもやっぱ上に来るとあれですね。わあ、すごいなー。出るとこが見られます。
やすごいっすね、あやっぱ生で見ちゃうと、ね、いやほんとすごいすごいなあ、どっちがいいかな、あ、降りれるかな、あ、そっか、だからじゃあ、ちょっとそっち降りて、そっからですね、だいぶ我慢してたんでしょう、この階段厳しい、うん、いいですね、はい、下まで行ってもらう、うん、ちょっとわがまま言うならもうちょっと、あ、いえ、全然大丈夫、大丈夫ですよ、いや、なんかちょっと気許したらさ、ちょっと滑りそうな気がして、やっぱあのね、あの水込んで湿ってるからですね、え、いや、すいませんね、ちょっと ズームが効かないもんで、あ、やっぱ下に降りてくると迫力が、いやいや、やっぱすごいっすよ、はい、下に降りてきました、うわすごいじゃないですか、わあ、あーいいですね、反対からも出てるのがちょうど入ってるから、わーすげーお、危ないやんか、この角度はすごいななかなかの、あー水も飛んで、あーいいじゃあもうちょっと近づくか、はあ、ねえこんだけ、いやねえみんな我々のために集まってくれてありがとう、ありがとう、これが15分ぐらい続く、うん、すごいね、これ15分ぐらい出すんだっすよ待ってた甲斐はあったかな、うん、あー満足じゃ満足じゃ、まあね、今度はあ、どこ行くんでしたっけ、じゃあ今から滝壺じゃんじゃん写真撮ってもらって、いやはい、もうまた出るんだと思うんであと5分ぐらい出るんですか、すごいっすね、